果敢をかぶった女性下司祭は月司またはその近くに行われるお祭りでヨーロッパのキリスト教国で月司近くの西ヨハネの日に関連した祭りがよく知られているが世界的にはこれに関連した祭りこれとは別の祭りが色々と行われているスウェーデンのポール町や村の広場に横たえられた柱に樹木の葉や花の飾りがつけられ 若者たちが中心になって柱を立てる。この祭りは、ドイツやイギリスで行われる5月祭の柱と類似しているが、北欧では5月初旬には、花が乏しいため、消しの時期に祭りを行うようになった。人々はその周りを、一晩中踊り明かし、焚き火を焚いて、その上を飛び越える。これには、恋占いや、演技か次の意味が込められている。祭りは、 先令者、ヨハネの祝日に行われる。ヨハネは、イエス・キリストより、半年早く生まれたという言い伝えから、クリスマスが12月25日と決められた後に、ヨハネの祝日が設置された。現在の下司祭は、キリスト教の聖人の日と北欧伝統の季節の祝祭が一緒になった社会的文化的現象である。また、この日の前夜に積む薬草には、 特に効果があると信じられている。特に、セント・ジョンズ・ワートを、イブの夜に、枕の下に敷いて寝ると、夢に現れる成人のご加護があるとも、また、未婚の女性の場合、未来の夫が夢枕に立つとも言われる。全体的な特徴としては、以下の点が挙げられる。民族衣装の人々鈴ケニシンと、ジャガイモイチゴとベリースウェーデン。 ダーラナ地方のレックサンドのものは有名である。夜の時刻になってはいるが、まだ太陽が高い中を、二層の船が湖を横切ってやってくる。一層には、楽団が乗り、もう一層には、民族衣装姿の人々が、ポールに飾るための、鶴草のハートや輪の飾りを持って乗り込んでいる。スウェーデンやフィンランドでは、移動祝祭日であり、週末を挟んで行われる。 毎年6月19日から26日の間の下死に最も近い土曜日ミッドサマーデガンとその前日ミッドシャモラフテンと合わせて2日間が祝日になる。街の広場で下死柱を建て人々が手をつないで回りながら歌ったり踊ったりする。民族衣装姿の人、花の冠をかぶる女性も多い。下死はスウェーデンで最も大事な日で、 この時期に合わせて夏休みを取る人もいる。緑が美しく花が咲き乱れる中、家族で夏の別荘に向かう。花輪を作るための花を摘むため、近くの森に行き、また祭りの中心となるポールを据え付ける。歌うのが好きなスウェーデン人は消し祭りにも歌う。そしてポールの周りで輪になって大人も子供も踊る。 踊るのに疲れると、食事の時間である。下市祭りの縁には、ニシンの酢漬け、ジャガイモを茹でたものや、サーモンやスペアリブを食べ、食後には、この夏初めて採れたイチゴが登場する。もちろんスモガスボードも出される。火が、ほんの少しだけ地平線に傾くと、みんなはまた踊り出す。当日の夜、結婚を願う女性が7種類の草花を、 枕の下に置いて寝ると、恋が叶えられるという言い伝えもある。フィンランドの下司祭のポールフィンランドではこの日を、ユハンヌスと呼ぶ。スウェーデン同様に飾り立てたポールを立てる地域もある。また、湖のそばで焚き火を燃やす。この日はフィンランドでは、コッコと呼ばれる。フィンランドではまず東部で下司祭りが始まり、後に全土に行き渡った。 乳製品や、ソーセージやジャガイモが供され、白樺の葉と草花で街中が飾られる。そして一晩中野外での踊りが続く。その一方で、湖の近くで行われるため、酔っ払った人々が溺れる事故が多い。国焦げ司祭は、真夏のお祭りで、フィンランドでは、キリスト教が広まる前にすでに行われていた。1954年までは、 ユハンヌスの日は、それが何曜日であろうと、必ず6月24日と決められていた。その後、ユハンヌスの日は6月20日から26日の間の土曜日に変更された。下市祭りの飾り付けは、白樺の他に、ポプラも使われ、玄関や門には、幹が、そして窓には、葉の茂った枝が飾られる。室内にはスズラン、七日窓や上水桜、 ライラックといった花が花瓶に刺しておかれる。これは今でも祭りの真中は田舎や別荘でよく見られる。地域によっては若い男性が白樺の枝であずまやを作る習慣がある。父がよく出るようにと牛にもこの葉やスズランで飾り付けがされる。白樺の小枝は束ねてサウナの時に体を叩く道具にも使う。下死の夜は 昔から神秘的かつ超自然的なものと結びついている。下士を過ぎると、再び日が短くなり、夜が長くなっていくためで、悪霊がそのあたりを歩き回るとも信じられたり、また、財産や結婚を占う行事が行われたりした。若い女性や男性の行事には、結婚や未来の伴侶を占う者が多い。フィンランドでも女性が7種類。 または9種類の花を摘んだり、枕の下に置いたりすることで、将来の夫との出会いが約束される。他に、花器のようなものもある。下司祭を題材にした、ラトビアの切手ラトビアの下司祭は、古くは、バルト神話の太陽神サウレの祭りであったが、北欧の他の地域の下司祭と同様に、キリスト教が布教された影響で現在では、聖ヨハネ祭となっている。ラトビアでは、 リーゴ、または、ヤーニスの日と呼ばれ、6月23日に、消し祭りが行われる。ヤーニスとはこの祭りの象徴的存在の男性で、何名ものヤーニスが、人々に花を持ってきてくれる。女性は、ヤーニスに冠を作り、自らは、花の冠をつける。ヤーニスの冠や飾りには、柏の葉が使われる。また、 この日の真夜中に咲くと言われる、シダの赤い花を摘んだ若いカップルは、幸せな結婚生活を送れるという。勝負もまたつき物であり、勝負の茎で来客を叩いたり、日本の勝負湯のように、浴槽に浮かべたりする。枕に入れたりもする。焚き火が焚かれて、火の勢いが弱まると、昨年のリーゴの飾りを入れ、炎が収まったところで、焚き火声が始まる。 イワン・クターラの焚き火越えロシアやウクライナ、ベラルーシでは、消し祭りは、イワン・クターラと呼ばれ、やはり焚き火を飛び越えたり、薬草を積んだりし、また、かぶっていた冠を川に流す。ウクライナでは、男女を問わず、冠を流し、それが寄り添って流れたら、二人は結ばれると言われる。現代になって、ロシアのサンクトペテルブルクでは、赤い穂という若者中心の白野菜が、 行われるようになった。リトアニアでは23日の夜中から24日の朝にかけて、消しを祝う。古くはバルト神話の太陽神サウレの祭りであり、ラサと呼ばれていたが、キリスト教が入ってきてからは聖ヨハネの日にちなんでヨニネスと呼ばれるようになり、現在はどちらの名前でも呼ばれる。未婚の女性は、消しの日は早朝に起きて、長炉で顔を洗い、 再び眠りにつく。こうすると、将来の夫に夢で会えると信じられている。また、長老には治癒力があるとされる。女性たちは薬草つまみもする。この夏至の時期、草木には強い生命力があると考えられている。祭りの会場にはクーポルが植わっていて、結婚を願う女性たちは、この木に背を向けて立ってから、花輪を投げて、婚期を占う。 他にも花輪は頭に覆ったり、ドアや門に飾られたりする。夜中になると、花輪にろうそくをつけて流す。男女の花輪が一緒に流れると、二人はその年に結婚すると言われる。リトアニアでも焚き火は下死につきものだ。この日は服を呼ぶとされ、新婚夫婦は火を家に持ち帰る。また、飛び越えることで、農作業に必要な力が備わるとも言われ。 恋人同士が手を繋いで焚き火を飛び越えると、その二人は結婚できると言われる。この日の後の炭や灰を畑にまくと、土地が肥沃になり、作物にいい影響をもたらすとされている。夏至の夜中には、シダが花を咲かせるという言い伝えもあり、人々がそれを求めて森の中を探す。ノルウェーの夏至祭の焚き火ノルウェーの夏至は、四足といい。 6月23日の夜に全国民が消し祭りを祝う。日が1年で最も長く、ノルウェーでは夜になっても昼間のように明るい。ノルウェー最北の北極圏に位置する地方では、真夜中の太陽が見られ、この地域の人々は暗い闇を切り裂く太陽を見るために一晩中起きている。キリスト教伝来以前の習慣である太陽への数敬が焚き火と共に捧げられる。 焚き火は暗闇を引き裂くシンボルであり、トロールやハルダースのような妖精は祭りの主役である。楽体による行列が行われることもある。また、焚き火の周りでは皆ホットドッグやプルソを食べる。ボスでは、子供たちが模擬結婚式を挙げて、豊穣を願った後、やはり焚き火がたかれ、踊りが始まる。プルソデンマークの下手祭りでも焚き火は不可欠である。 この国の焚き火は魔女の人形を燃やす。魔女の衣装には感触玉が隠してあって爆発とともに魔女は黒い森のブロークスビエルクサンへ帰っていく。プラングスタンゲンの花のポールオーストリアの一部ではポールに花を飾って消し祭りを祝う。柱の上部にイエスキリストを称えるヒズの花文字が付けられ若者たちによって担がれ村中を練り歩く。また、 丸太から作った円盤を棒に刺して、焚き火の火をつけてから、太陽の動きに合わせて投げる。これは、太陽の円盤投げと呼ばれる。地域によっては、旧約聖書に登場する、合力のサムソンの紛争をした人物が、役払いのために街を練り歩く。カナダ・モントリオールの、ケベックの日の、パレードカナダのニューファンドランド・ラブラドール州では、6月24日に、近い月曜日に、 聖ヨハネの日が祝われて、これは、ジョン・キャボットが1492年に、ニューファウンドランドを発見した記念日でもある。ケベック州では6月24日のお祭りが、フランス人によって、ヌベル・フランスへもたらされて、その後1977年になって、正式に、ケベックの日が制定されて、大きな日が焚かれる習慣である。米国アラスカ州では、いろいろな都市で、 祭が開かれるフェアバンクスでは、ミッドナイトサンフェスティバルが、アンカレッジでは、サマーソルスティスセレブレーションズが、ノームでは、ミッドナイトサンフェスティバルが開催される。ニューヨーク市では、スウェーデン系アメリカ人を中心とする、NYC スウェディッシュミッドサマーが、バッテリーパークなどで盛んに祝われてきた。これは、月、または、西洋羽の日に行われている個国の月祭に、 関連したものである。こうした祭りは、スウェーデン系が多く住むミネソタ州、イリノイ州、カンサス州などでも行われている。ブラジル、特に、ブラジル北部では、地元の伝統的収穫祭が、聖女アンアントニオ・ペドロの日々と結びついて、6月末、南半球の冬氏の時期に、フェスタ・ジュニーナが祝われる。サハ共和国で、 新年を祝う行事の踊りロシアは諸民族を抱えており、その中でアジアにあるサハ共和国のヤクート人には太陽を中心とする天り信仰が残っていて、下死にウィハーフという新年を祝う行事があり、参加者が大きな輪になって踊ったりする。これはロシア帝国、ロシア正教会、共産党から禁止されてきたが、最近は復興する傾向にある。 中国国竜交渉北極村は中国最北の地で毎年月に観光行事としてオーロラ祭りが開催されるようになった。日本では月祭が少ないが三重県伊勢市の二見ヶ浦にある目男岩付近で二見沖玉神社の月祭が行われる。アマテラス大神を祀った伊勢神宮への参拝者が身を清めた場所で日の出に。 夫婦眼に向かって海に入り身を清めようという行事である。ありがとうございます。